伊藤栄翔は日本の造園系建設官僚、千葉県出身。1967年に東京大学農学部農業生物学科を卒業し、同年建設賞に入賞した。1985年当時は都市局都市計画課建設専門官を務めていた。1996年時点では都市局公園力地下長であった。その後、 建設大臣官房審議官や都市基盤整備公団理事となる。2001年に第23回日本公園緑地協会北村賞を受賞した。退官後は日本公園緑地協会会長、2016年から2018年まで日本造園集計協会会長、日本造園学会副会長、理事といった役職を歴任した。2015年、随法中受賞を受賞した。 著書に、公共緑地の芝生、アメニティターフを目指してがある。名誉会員の推薦について、公益財団法人東京都、公園協会役員名簿。日本造園建設業協会。2020年5月21日閲覧。日つくり協、ニュース2015.2月号。一般社団法人日本造園建設業協会。2020年5月21日閲覧。 一般財団法人日本造演習計協会ホームページ www.jla.jp2020 年5月20日閲覧ありがとうございます。